おはようございますクニオですで2020年の6月のもう多分13を明け14になっていると思いますえっ、ー、とね土曜日あのライブ配信をしたというのもあってちょっと他のこといろいろやっていたらこの編集を土曜日にやろうと思ってたんですけど多分アップが間に合わない理由2つありますあのちょっと付き合ってくれればえっ、ー、と iPhone の容量が足りなくて動画の処理がすごく遅くなっていたっていうこととあと まあ今日このまま開けて昼間に日曜日に YouTube ライブまたやろうと思ってるんですけども3時か4時ぐらいでこれツイッターの方で「魅惑の国を」というのであの告知もしますし YouTube チャンネルでも告知しますえとそちらの方で新しいシステムを入れてみようというふうなことを試みておりましたらまあちょっと私の実力不足でたどり,たどり着かないことがたくさんありまして。 お調べしていたら夜を越えてしまったという感じでございます。えっ、ー、と今私これ撮影している時刻が、えー、1時ぐらいですね。<laughs> そういう感じです。えー、ですけどもその土曜日の分というのをいくつかやりたかった部分というのはこの後断続的に取り、えー、お返ししていくという感じになってます。間ちょっと3、4時間睡眠は取る。で足りないだろうというかもしれないですけど6時間ぐらいは分けながら寝ますので。<laughs> その辺は心配せずでお付き合いください。 えー、ではじゃあ早速コメント返しいきましょう。さやしりほちゃんスーメタルアイドル対メタル握手会接触論、えー、広告に黄色信号というところがありましてこれを3つ目の回答ということになります3本目ですね。 えーとこれはどうしてかというと長いよということをコメントいただいて私も対処しようと頑張り30分前後ぐらいずつに分けていこうというようなコーナーにしておりますねこういう前置きがあるから長いって話もあるかもしれないですけど国王チャンネル様々トライはえー、と皆さんの言葉というのを無視せず、えー、一個ずつ叶えていこうというふうに今頑張っている最中でございますのでぜひ共感いただけたらチャンネル登録の方をお付き合いお願いいたしますではお読みしていきます えと田中さん国、えー、尾さんへ厚かましいお願いですが聞いてもらえるでしょうか、えー、とこれはと「それはトラック野郎一番星ブルース」ですこれは演歌調ですが途中のギターソロ和田私男が良、えー、い BB キングほどではない笑い。 えー、しかし昔このギターソロのベストテイクはあったような気がする YouTube で56曲聴いたけどみんな同じでした EMI グループでそれを知っている人はいるかもしれない同じ曲でも吉田拓郎の、えー「旅の宿」ではアコギバージョンがあり荻野目洋子の「ダンシングヒーロー」で別アレンジがありましたそこで国尾さんの「博学」で検索してくださいお願いします、うん、ねえー、っとこれ、えー、お願いいただいて、えー、私博学ではないですが 私なりにお調べし海外のサイトとかでこういうのも好きな人がいるので、えー、検索もかけてみたんですけれども僕がこの曲のこのテイクというオリジナルテイクでしょうねというのを田中さんのおかげで初めて聞いたというようなその程度の知識でございました。ですのでそこを頭に入れ、えー、比べてみたのですけれども。 このギターソロだけの別テイクというのは発見できずカバーししていいいる方ののテイクというのはいくつか拝見したんですねでおそらく田中さんそれはご存知だと思うのでここで質問なんですけれども別テイクというところが何年ぐらいに何のフォーマットいわゆる映画でやられたのか音源として発表されたのかラジオなどで流されたのかというところがあれば、えー、と多分これ日本語で検索したらもう田中さんたどり着いていらっしゃると思うので、えー、僕も。 かなりやったんんですすけどなないと思うんですよなので外国語で英語フランス語以外の言語で、えー、日本のコレクターって方いらっしゃるので何のフォーマットで、えー、これが流れていたのか先ほど申し上げましたラジオなのか音源なのか、まあ、そのシートみたいなとかでもいいですよね、えー、と放送だけなのかとか CM だけなのかとかそういうのあると思うんで、えー、とそこをいただけたらできることは引き続きやっていきたいなと思っております。 でですすののごご協力の方お願いしまじゃあ続いて田中さんの文章が書かれてるのでお読みします。えー、と宝塚の暴言事件を見ました、えーと。それを日テレなどは親族内の事件にもかかわらず容疑者を男呼ばわりしている。その辺のネットニュースならともかく全国ネットの放送局だよ。逆に女の容疑者だったら母親、主婦、長女、次女などと言ってます。この女とは言わないでしょう。<laughs> まあ、これは多分 えと僕こ,うこの YouTube チャンネルを継続していく上で、えー、と一つご協力いただきたいんですけど個人の何かしらの事件に対して、えー、個人名が限定されるようなあ意見ってうんですか要は結果が出てなくて、えー、未解決であったりもそうですし今現在何かしらの議論になっているものこれは僕 ユーチューバーとして個人としてはいくらでも答えられるんですけどユーチューバーとしてこのやり取りの中でやると規約に反する可能性がありえっと回答を避けなければいけないものの一つになっている危険性がありますまだその辺は僕のすいませんえっ、ー、とこれもちょっと止まっちゃったかもしれないですけど今原因追求中ですえっと多少不格好でもつなぎ合わせながら回答するというのはこの回になるかもしれません原因は追求していきますのですいませんけどお付き合いお願いします えっとじゃあ、田中さんの回答、先ほどのところすいません、えっ、ー、と、うん、ちょっと規約のところを確認しながらでいかなきゃいけないということで、お許し願いたいということでございました。じゃあ、続いてお読みしてまいりますね。ありがととうございますえっ、ーえー、エディットさん お世話になりますす youtube のシステムは雑ですね私の場合はライブ映像を上げたら1ヶ月後に著作権侵害で強制削除されましたアップロードする時に YouTube のシステムが楽曲著作者と紐づけて著作者に収益がいく仕組みですがそれがバグでうまくいってなかったようで、えー、と後日チェックに引っかかった次第です長尺だったので、えー、楽曲を紐づけきれなかったのかも、うん、えっ、ー、と 短尺の方が良さそうですもし仮にシステムの品質を99%とすると100回に1回はバグに悩まされそう。あえっ、ー、とね僕もちょっと今のところだと何て言うの悩みに悩みというかあと把握していない分野にたどり着いている可能性があり、まあ、その辺を一個ずつクリアしていこうと思うと今までのペースというところから何て言うんですかね自分の。 知識の積み上げの方に時間をつかなければいけないというところが訪れてまして、えー、とこういうご意見非常に参考になり助かりますで今の僕の直近の今の問題というとまあこれ僕の話というか皆さんとこの youtube チャンネルせっかく国王チャンネルを楽しんでくれている方々へということでの共有というふうに思っていただきたいんですけどえっ、ー、と音楽というのをつけていないというところは最初からそれはあの ハードルが高いいろんなことを申請していってもそこの著作元とリンクしながらそちらに広告費用が入るとかっていうのあるらしいんですけどそうなると音楽が何かのものでももでで多分敏感ににキャッチされるるよううなると思うんですねで僕のチャンネルを見ていただいている方々はお気づきだと思いますけどすいません何回もお気づきだと思いますけれども音楽の話がとても多くそこに対して僕自身が。 非常にリテラシーの部分でもう何ランクか上の積み上げが必要というのが今のタイミングだと思っていますですのでなるべくコメント会話というところでリンクを貼るラインのところそこら辺で音楽を表現していくというような道をしばらく選んでいきまあ何かしらお互いの知識というか楽しみが広がるようなことをやりたいと思っておりますえー、っと2019エディットさんは、えー、っとご意見ありがとうございましたということでございます 続きます。えー、M さん、えー。映像のバックに写っているレコードのコレクションがすごいです。ありがとうございます。今日せっかく言ってくれたので一つうーご紹介ということでもう皆さんご存知かもしれないですけどメタルが好きでポップスが好きでそして、えー、とルーツになるのがビートルズだなんていう方々でもしご存知じゃない方がいらっしゃればすべ、えー、ての音楽最近の,そのロックポップスなんていうところですかというところの 最初にイギリスのミュージシャンがアメリカでヒットナンバーワンヒットを作ったというような「You really got me」という曲があるんですけれどもそこの原作オリジナルである Kinks のファーストアルバムなんていうのをご紹介したくこちら挙げておりますこれも全部映したらどうかというのがあるかもしれないのでこの辺にしてますがおそらく権利系というのは35年を過ぎたらこの当時の音楽というのはフリーになっているはずです、まあ、その辺も 私の中で調べながら進行していこうということでございました。キングスのファーストアルバムおすすめですということです。<laughs> じゃあ続いてまいりましょう。あの吉木 M さんありがとうございました。続いてまいりましょう。えー、っと、えー、トラヤトラオさんいつもありがとうございます。えー、っとトラヤトラオです。私も若い頃アイドルを意味もなく嫌っていた一人でした。 えー、中高は映画音楽が洋楽しか聴かない。映画音楽か洋楽しか聴かない。アイドルはドリフのおまけ。えっ、ー、と、電線温度のつまみぐらいにしか思っていなかった。でも本当は可愛い女の子が好きなひねた小やじでしたかね、笑い。えー、15年ぐらい前、東京出張の時、き、秋葉を除いた時のことです。あ時の話です。夜10時前ぐらいだったと思う。 路地裏に10人ぐらいの泥オタを見つけたのは、かっこ中にはスーツ姿もいた、いわゆるおたげを一糸乱れず繰り出している中心にピンクのメイドが一人、ラジカセを置いてマイク片手に熱唱していた、あ○○〇〇のみんな丸三角のライブに来てくれてありがとう、東京怖いと思った、痛い、痛すぎる光景だったけど、おじさんは乾杯した。40過ぎて不慣れな仕事に変えられ、職場に敵だらけ、折れそうになっていた頃でした。 どう見ても20歳は超えていてあまり可愛くはない見た目のあの子に私は100対0で負けている彼女は精一杯キモオタたちを楽しませていた、えー、長渕のファンも顔負けなぐらいの熱量で応援する太太の皆さんにも驚いた俺も頑張ろうと思いました周りは敵だらけと言っても見知った同僚です恥た。 彼女の勇気に正直感動しました。この子たちの頂点に AKB やモモスはいるんだあ。過去この先に繋がっていくと思いませんでしたが、繋がってほしいとは思った。日本のアイドル文化の深さを見た思いでした。えー、以来、アイドルを素直に応援するようになりました。楽しみも知った。そして、ベビーメタルを見つけた。それまでテレビで見ている。飛んじゃったな。それまでテレビを見ているまでは行けたんだけど。 失礼それまでテレビで見ているだけだったアイドルジジイでも見に行けるアイドルを見つけたんです一応メタルだから見に行ける言ったらジジイばかりです本当は3割ぐらいだと思うけどね私にとってベビーメタはアイドルですなあメタルのアイドルで良いじゃんって思ってます小林さんも知れたのもベビーメタのおかげですしね アベンジャーも髪型メイクをモアちゃんに寄せてほしいと常々思っています。なぜ差別化するのか理由がわからん。次への試しなんですかね。鈴木愛理さんは行ってみたいけどまだ敷居が高いです。変な話になっちゃってすいません。いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそ様々なところが今足りてなくて申し訳ないです。えー、これでコメントありがとうございますね。このね、 ここを僕大きく2つに分けますねまずおそらく若い子たち自分より経験キャリアの薄い子の頑張りというのをアイドル像というところから見ていただいてそこへの自分の感銘を受けた部分というのを整理されているんだと思うんですねでこれはまあ、めちゃくちゃ分かりますよ、まあ、多分これ年齢関係ないでしょうね何かに対していあか頑張りということだと思うんですけど一途になっていてそれを伝えようとしていてその伝えようとしていることが 誰かしらの応援を要することとだったと思うんですよでもこれってご商売されてでも同じですしまあな何でも一緒でしょうねお仕事も学校の勉強も引いて言えばそうなのかもしれないですね。でそこに共感を得れるというところで共感を得て勇気をもらい自分でも頑張ろうというふうに落とし込めるというところはも,うもちろん人生のキャリアというか気づきの多い方々虎谷虎尾さんだけではな,くないと思うんですけど皆さんに言えることだと思うんですよね。 高層化消化するのが正解なだから、ね、僕は、まあ、まあここのチャンネルもそうですけどエンターテインメントというのはこの消化の仕方というのがとても重要でその感受性を持っている人たちの今の感覚次のページというところが探求できるような感じになれば私としてはお付き合いいただいて嬉しいなと思ってますのでまずここは共感いただきというふうに偉そうに言いますけど感謝いたします。 で続いてもう一つの部分というところなんですけどこれがアベンジャーのところとアイドルのおそらく先々というような、えー、とビジョンに対してのお話だと思うんですよ。でここはもうもちろんその考え方が全然いいとした上で僕なりの見方というのをご説明差し上げるというような感じにしたいと思ってます。 僕の見方はハロプロとかそのベビーメーターとかいわゆるスクールものに子供の頃から行っていてハロプロはスクールじゃないじゃないかというかもしれないんですけど、えー、ハロプロ研修生という制度がありそこが限りなくスクールに近いというような感覚で、えー、説明したいと思います。それで、えー、例えていくと、まあ、ここを通った通らないというところは資格がないわけではないんですけれども物語の流れ方が違うというようなところで考えていただけると比較的正解かもしれないです。 例えばなんですけど秋葉原でメイドなどをやられていて歌を歌う活動をしていく、まあ、18歳未満っていう方もいらっしゃるかもしれないですけどケースとしてはそれ以上の方々が多いと思うんですね。というのはどういうことかというと学校とかで言ったら高校とかには通学せず代券とかを取って。 18歳を超えていて自分なりの独学の勉強の仕方で、えー、大学入試にチャレンジしてるみたいな形の絵面絵面だって、えー、とシチュエーションと同じようなことを虎ト虎尾さんはおっしゃってる気がするんですね。でこれが駄目と言ってるんではなくてここをやってる人は多分ハロプロとかあのアクターズスクールとかを今から目指すってケースってないわけじゃないんですけど意外とまれなんだと思うんですよね。 なので落ととし込むところが、うん、もしかしたらローカルなところの集客のものであったり何かしら自分のやりたいスタイルが音楽であったんだけどもこれはちょっとメイドとかアイドルとかっていうのを使った方があ届きやすいんじゃないのかなって言ってるようなスタイルこ,こういうのももちろんあるんでそこを選んでいる方々なのかなというようなところが僕はなんかこの文章から読み解けることがありましたまあですので何がいいという何がダメというのではなくそのチョイスの幅というところをこ 本質というところを見ていくと、なんとなくそのパフォーマンスの答えに近いような気がするので、えー、なんかお互いの <laughs> 思っていることというのは今も言っていってみたら面白いのかななんていう出過ぎた感じですけど、次第でございました。また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ続いてお読みしましょう。えっ、ー、と山田太郎さん、えっ、ー、とこの動画で体験について言及されている場面がありましたが、ちょっと言わせてください。えっ、ー、とさやとみよちゃんを大きいキャラにするな。 なかなこれは僕を抽象する言葉が入ってます。で、えっ、ー、と言いたいことは以上です。失礼しました。えっ、ー、といつも山田太郎さんご意見ありがとうございます。えっ、ー、とここでお願いしたいことがあり、もちろんあの山田太郎さんを差別していることではないんですけど、えー、読み上げるところがねこれ引っかかる可能性があったんですいません。えっ、ー、と私へのあの真摯なご意見ということで、えー、対処したいと思っております。その上で。 と誹謗中傷のために大きいという言葉を使ったのではないことを確認させていただきたいこれは文脈ということがあって前後の流れというところで体型というのは体格ですからその子ダンスという意味ではその子の素材なので特徴なんですね。で僕はこれをお話しするときにダンスの特徴を説明したくて大きさというサイズというところ手足の長さというところを表現したと思います。 もちろん山田太郎さんは白色でご存知な方だと信じておりますがダンスというのは当然手足の長さによって見え方が違ってくると思うんですねで、その見え方の特徴を表現するときに私は大きい長いえ小さい短いこの表現というのは使っていきたいですで、これが個人を誹謗中傷する言葉ではないと私はあの確信をしております ですので、以後のところでもしその表現があったときに、私が誹謗中傷している言葉ではないということを、この動画でご理解と確認いただき、えー、とご一緒いただければと思っております。いつも、長尺な動画も長い間拝見していただいていることを理解しておりますので、感謝しております。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、続いてまいりましょう。えー、っと、に、お読みします。今日はこの動画が、この動画内では最後ということになります。二ま坂ざかさん、いつもありがとうございます。 コメントレスありがとうございます森高さんの件でなってしまったいつもすいませんお読みしますコメントレスありがとうございます森高さんの件でアイドル時代よりも20代の方が好きというコメントをしていましたアイドルはちょっとねところが最近この見方が変わりました、えー、それはアイドルを目指して幼少から教室に入って頑張っている子に気づいたからです 甲子園を目指してリトルリーグから頑張っている少年と同じということに気がついたとも言えるかなアイドルの世界をピラミッドに例えるならばもうムスはその頂点に立つグループですねさやしと田中玲奈時代の楽曲を最近聴いてショックを受けましたワン・ツー・スリー・ヘルプ・ミー・ザ・マテンロー賞枠手か素晴らしい完成度ですねなぜ知らなかったんだろう2012年頃は自分はどんな音楽を聴いていたのか女性に限れば外国の曲を聴いていましたね例えばアデルとか 日本の曲はということで、紅白の出場歌詞を調べたら、AKB、E ガールズとかほぼ固定ですね。だからそれ以外のアイドルの情報が入ってきません。これは多くの日本人がそうではないでしょうか。私の同僚に聞いても似たようなものです。アイドル曲を聴いていると、お前、ロリなんて質問が当たり前のように来ます。アイドル好きイコールロリコンっていう概念が広まってますね。そういうことで、ベビーメタも2017年頃までは。 曲を聴いても動画は見ないようにしていました「ロリの世界この世界に立ち寄らない方が良い」っていう自己防衛ですね万一、日「青少動でも起きたら大変っていう脅迫観念が起きてきましたね彼女たちが二十歳過ぎてこの辺で自分を許してやろうかななんて思いましたアイドルを真面目に目指している女の子の姿を見ているとじゃん邪念なしで見られるようになりましたね ちょ、はい、と傷がついたのですが田中玲奈さんの世代と鞘師さんの世代ってタイプが違いますよねロッキーは練習動画を見ていると怒鳴られているシーンがあって普段のそこから教育されている感じがします対して鞘師さんは優秀な教室出身の優等生タイプで、えー、超難関高校から東大みたいな感じに見えますね私はアイドルというと田中さんみたいなイメージだったですねでも今は違うイメージになりました表面だけの判断ですがどうでしょうかありがとうございますね えーとここもね大きくお話をしていく上で、えー、ここは2つ3つかな3つに分けたいと思っておりますえっ、ー、とねアイドルのイメージを持っていらっしゃるところそれはもう二枚坂 M さんのイメージで間違いないと思うのでそれでいいと思いますで僕のイメージというところはここと少し違うところがあって今そのピラミッドみたいなヒアルキー論ではないと僕は思ってるんですよ いくつかの動画ではお話ししたと思うんですけど2010年代というところで再分化が進みある種完結したように僕は思っています。で2020年代は新しいステージに入っていくそしてその今実験というところであったり、まあ、ある種そこじゃないところにポジションを変えるというようなところが今のタイミングなんじゃないのかなというのは僕の見方ですね。でアイドルとというう考え方で言うとその前の前 三枚坂さんの僕見てる世界観って実は理解できるもんですからそこから急にこの浦島太郎的に最近2017年ぐらいのところに入ってくるとなるとななげててしまうう考え方っていいのは分からなくないんですよでもその2017年の前の10年間ぐらいを見ていくと一つ答えになるような答えに近いようなものがあるというふうなことをお話ししたいと思いました。でそのの上ででなんですけど紅白歌手の諸々というのは これも何人かの方がおっっしゃってたらここで僕はそれを多くは語らないんですが、まあ電通の話とか出てまさまざまなところと因果関係がありましてここというのは裏手というかもう,もう今は裏手というより分かってらっしゃると思うんですけどしっかり商売競売がかけられているという,うに考えると答えだと思ってます。でそういうようなことで、えー、お話ししてあまり間違いがないところかなと考えました。 そして最後の質問の部分かなと思うんですけども田中さんみたいなイメージというところこれがあ僕面白かったなと思うんですけどちょっと優等生タイプ東大みたいなタイプの鞘師とここで分けられてるというところですねでこれそんなに実は答えとして遠くないなと思ってますどうしてかというと「モーニング娘。」は僕はどこで分かれてるかというと9期、えー、3つに分けたいと思うんですね。これはモーニング娘。4期まで 4期までというモーニング娘。と5期から8期まで,で9期以降というところで大きくジェネレーション3つに分けられているのがモーニング娘。だと思っています。なぜかというふうにすると4期まではいわゆるモーニング娘。に入ることイコールタレント芸能人だったんです。 で5期以降8期までこれはどういうことかというとモーニング娘に入ることイコール谷間という時代を経験することになります谷間とは何かというといわゆる皆さんの名前間でアイドルを知らない人の中で名前と顔が一致しないということを谷間と今表現しています技術実力ではありません でその中でモーニング娘。というブランドをもう知らないよ今あそこまでしかわからないよって言われるのを耐えながら続けてきた人たちというふうに考えてお話ししてそれほど遠くないと思います。で休期以降というのはまさに小石里帆ちゃんというところに入ってここから世間的に V 字回復に見えるこれはセールスという意味ですねあとテレビでの露出という意味で捉えていただいてさほど間違いがないと思います。 しかしこの9期の V 字回復に捉えるところでは道重さゆみという6期ですねこの5期から8期までの中で、えー、ここは自分がやらないとモーニング娘。というブランド自体が危ないなと思った道重さゆみがタレント化することによって保たれていき回復をしたというような。 そういうような感じの図式でそんなに間違っていないのでこれを頭の中に入れてもらえるとモーニング娘、鞘師離法なんていうのを田中玲奈さんもそうですけど見ていく上で、えー、正しい解釈なんじゃないのかななんては思っておりますこれはあんまり僕独断と偏見ではなく客観視して言えることなのでそれをイメージしてほしいなと思いましたの上で、えー、とこの鞘師離法ちゃん間に関して僕なりの考え方をお話ししてこの動画は締めたいと思うんですけど <laughs> 優等生かどうかは別としてなんですけども違うエッセンスですね要はアフターズスクール広島というところだと思っていただいて間違いないと思うんですけどのダンスを持ち込んでここまで消化してモーニング娘。に影響力があったというのは彼女のジェネレーションからで間違いないと思います最近で言うと平井美代ちゃんという子が年齢は最終の12歳というわけではないんですけど、まあ、10代の限りなく後半 というところから入っているんですけどもここは比較対象として面白いかなと思いますで、今のハロプロのダンスの中で言ったらある種平井美穂ちゃんみたいなのは革命の子なんですよ朝足りょうちゃんすごかったのはそれが12歳だったということなんですねこれは前の動画でもお話ししていると思うんですけど12歳で大人あと過去のモーニング娘というところのキャリアと比較してもトップクラスのダンスで入ってくるということここがすごかった でこの今でダンスのところでというだけで言ったらハロプロ全体のところが当然改革革命になってしまったわけなんですけど面白く捉えてほしいのは若い子だけがすごいんではなくて鞘師・里帆というのはたまたま技術レベルも含めて決断も含めて非常に早熟だったということですね。 で私はこの意味合いを知ることによってハロプロの歌でありダンスであってっていうところの見識を広めていただけるというところがあればとても楽しいんじゃないかなというふうに思ってます。ですけども技術テクニックそして、えー、とその年齢による成り立ちというところをフィルターかけずに素直に見ていくと楽しみ方が広がるという意味でこのようなお話をしました。 という感じですね。でこの一つの動画に対して、えー、と今レス動画というのはいろんな実験をもってして長くなってしまっているんですけども以後というところで僕がこのコメントレス動画をやっていくところで多分なんですけどライブ配信っていうんですか YouTube ライブ配信で一つの動画のトピックにコメント返ししていくよということを。 淡々とやっていくその中であのコメントいただけた方にもお返ししていくみたいな形を試していこうと思っていますどうしてかと申しますとやはり広告皆さんこれ見ながらあの拝見していただいていると思うんですよでそうなるとあの一つの店舗としてのところでどうしても長尺の動画というところがご意見の中ではあまりはまらない気もしているのでアーカイブは残すんですけど何時から何時にコメント配信するよということをお話ししてでリアルタイムだとそのまま ずっと見えていくじゃんといとうことですいませんがえっ、ー、となかなかちょっと調子が良くないので違う機材で試してみたりしたいと思ってます。クニオチャンネルぜひちょっと工夫は凝らすけどもアドバイスも含めて、えー、こんな感じでもお付き合いいただければと思ってますのでチャンネル登録の方お願いいたします。ねこれで締めるかって話かもしれないですけど。じゃあ,あのそんな感じでコメントがちょっと長尺になりました。えっ、ー、と本日は、えー、15時16時ぐらいから。 生配信やりたいと思ってますお付き合いくださいありがとうございましたまた